どうもこんにちは、そういちろうです。今回の動画はなんと、巷で噂の100人会議で僕がスピーチさせていただいたので、その模様をお届けしたいと思います。テーマは品川から世界へというところで、皆さんどうぞ最後までお聞きください。それではどうぞ。普段アーティスト活動しておりますそういちろうと申します。よろしくお願いします。今回お話しするテーマは、2つありまして、1つは僕が、これまでのアート活動を紐解いて品川から、世界に発信するにはどういうアプローチがあるかっていうところと、2つ目はこう好きなことで生きたい人たちとか、夢を追って、切磋琢磨する人たちに向けて僕はどういうマインドでいるかっていう、その大事な部分とかを話していけたらなと思います。で、僕はペン先が 0.05 ミリのペンを使って、モノクロのお花をまとった動物たち、こういう形、トラとかライオンさんですねとかを描いているものなんですけども、アーティストになって今丸4年が経ちました。まず海外で、どんな活動をしているかって、申し上げますと、2021年にニューヨークの、国際平和美術展に出展したり、2022年はロンドンのギャラリーで新人賞を受賞させていただいたり、これは2023年のニューヨークタイムズでの、ニューヨークのタイムズスクエアですかでの作品の展示になります。で、こういう形で年一でちょっとどこかしらの国で展示をしているんですけども、アートっていうのはやっぱノバーバルな資産とも言えるかなと思ってて、コンセプトや思いや情熱とかを乗せることで世界に発信しやすくなるようなもののコンテンツの一つかなっていうふうに思ってます。で、一方で日本ではどういう活動をしているかっていうと、今僕が推しているですね、ケンスケさんっていう方がいるんですけど、この方はサードプレイスクリエイターという方で、その方のお手伝いにちょっと熱量を傾けてます。品川にあるサードプレイス、その名も探求横丁っていうんですけど、この、探求横丁を運営しているのが健介さんで、もうもはや学校ですね。大人と子供対等に好きなものをこう、探求するという、そういう学校なんですけども、その、月替わりで校長先生が変わって、その校長先生が特別、授業をするという形で、やってるんですけど、僕もなんと6月に11代目の校長先生を、させていただくということを運びになりまして、でそこでは僕は何をするかというと、子どもも大人も対等にアートを体験していただいて、こう思考する力とか、心でこう感するというか、そういう、なんかこう普段使わないような脳とか心の部分というのも使って、ワークショップを通して、皆さんに体感していただけたらなというふうに思ってます。そろそろゆうきさん YouTube 行きますか。話続けるんですけど、僕は美術学校を別に卒業したわけではなく、独学でスタートして本当にペン一本で、全て始めました。そんな僕が世界でアートを展示、できるようになったのも、ちょっと物の考え方とかをこう変えてきたからなんですけども、その考え方の一つに一番今大事だなと思っているところが、思い込みの力ってすごいよねっていうお話です。これをちょっと紹介してスピーチを終えたいと思うんですけど、 YouTube が間に合うかですよね。ありがとうございます。僕のマインドとしては、人に期待せずに、自分には大いに期待するっていう、そういうところで、意識して今いるんですけれども、自分のなりたいものになれたりとか、自分のその思い通りなことが起こるっていうふうにちょっと思い込んじゃうんですよね。で、心から思い込んでしまえば、現実がその思いの通りに収束してっていうイメージです。例えば人生苦労してもう少しの幸せしか感じられないっていう思い込んでいる人は、その通り苦しい人生になっていると思うし、仕事全然どうぞ、これ僕 の, タイムマーカーです。あ、音声特に大丈
大丈夫ですよ。はい、喋りがあれなんで、あと5分だなって思ったところで、あ、そうですよね、あ、そうですよね。なので、この動画が5分なんで、僕この動画が終わる頃にスピーチを終えるというのが目標ですという形 で続きなんですけど、仕事を、楽しくなくて、お金も節約して、貯金する、そういう人生だっていうふうに思い込んでる人っていうのは、やっぱりこう愚痴を垂れ流してお金に困っている人とか、まあ、そういう生き方してると思いますし、勉強とかつまらなくて、夢追ってもしょうがないよって、思っちゃっている人は、現実は甘くない、無理無理って結構言う人結構いちゃうと思うんですけれども、そういう人はちょっといろんなものにこう後悔するような人生を送っちゃってるかなと思ってて、でやっぱ自分で全部自分で作った思い込みが全て自分で作った思い込みから始まるんだなっていうふうに最近感じていて、他人とか周りのとか環境のせいにしてしまって自分の可能性を結構潰している方が、いるなって感じてるんですよね。それ結構もったいないなと思うんで、こんな何もできない、なんとか普通に事務処理も僕はできないタイプなんですけども、でもこういう僕もペン一本持って今これ流れているのがパリなんですけど、パリのルーブル美術館の下ってアートフェアができる会場になっていて、実はその2年前ですね、そのルーブルの下でちょっとアートフェアに参加して作品を展示してきましたっていう動画があったり、じゃあ幸せとか成したいものとかって何から思い込めばいいのっていうことが、まあ大事になってくると思うんですけれども、これできたらこうなるんじゃない、これできたらこうなるじゃんっていうふうにポジティブな意思を腑に落とすっていうことなんですよね。でこれどういうことかっていうと、僕の場合は生きる意味を見つけられたら、生きる意味を見つけられたら人生楽になるじゃんとか、あとは人生情熱をかけられるものが見つかったら一生幸せじゃんとかって思うタイプなんですけれど、でこういうふうに本気で思って、まあ、行動ができて、まあ、僕は今があるような状態になります。で、まあ、まとめると、自分の中の幸せの方程式みたいなものをご自身で立てていただいて、でその定理を証明するための行動をしていくと、不思議とどんどんこう道が開けていくかなっていうふうに今感じています。あとは自分に蓋をせずにこう天井の屋根を外して、当たり前の感覚も捨てて、小さな成功体験というのをどんどん、まあ、本当に小さくてもいいのでどんどん積み上げていければ、何も自分のやりたいこと、自分のなりたいものが手に入るみたいなところを決めちゃうっていうことが大事かなというふうに思ってます。で、心から自分は幸せになれると思い込んで行動していけたらいいと思っていて、ましても私は幸せですっていうふうに思い込んで生きていけたら本当にいいんじゃないかと思ってます。で、きっとその思い込みは、運や行動、幸福を引き寄せて人生が豊かになっていけたらいいなっていうふうに思ってます。で、最後にこういう感じでパリで人物の絵を描きながら、展示をしながら実際にお客さんに自分の熱量をこう届けて、でコミュニケーションを重ねて、そうするとなんか絶対何かが開けてくるし、自分のなりたいものに絶対こうつながっていくと思うんですよね。というところで、僕からは、大事な思い伝わせていただきましたありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。